明治と練習試合やってさ、怖くてさ、だいぶ泣かしたからね。のでぜひあの名捕手お二方からですね、キャッチャーの魅力を。せっかくあのお二人がこう、お会いになって今日お話をされていらっしゃいますので、ぜひあのファンの方たまらないこのお二人のですね、まあ、スペシャルここからディスカッションというのもぜひお願いできたらなと。キャッチャー談義ですか。キャッチャー談義、はい、ここからはキャッチャー談義、お二方のスペシャルディスカッションということで伺っていければ。お前なんでキャッチャーになったの。僕はまず高校1年生の時に、うん、僕ピッチャーとサードとかやってたんですよ、まず高校1年の時までは、うん、で、5月連休時に、練習試合で投げた時もうめった打ち食らって、うん、監督が寮に帰ってきて、うん、明日からキャッチャーやれって言われて、うん、そこからですね、まずキャッチャーになったのが、うん、でなったんですけど、すぐ1ヶ月半ぐらいしたら膝をちょっと、うん、膝に水が溜まって、うん、じゃあ、まあ、この夏の大会はもうお前ファーストやれって言ってファーストやったんですよ、うん、で新チームになってから本格的にキャッチャーです。だから高校に1年生の夏からですね、うん、だからあの高校の監督に言われたのが、うんうん、キャッチャーになったきっかけですね、うん、そうか、もうで高校終わってもすぐ太陽に入ったんだもんね。そうです、そうです。だからキャッチャーの経験でいうと浅かったんですよ、うん、プロに入った時はまだ、うん、実は俺もそうなんだよ。そうなんですか。そう、俺はね2年の夏までは高校2年の夏はキャッチャーだったんだけど、はい、上級生になるじゃん夏終わって、はいはい、それで明日準決勝っていう試合で、はい、ピッチャー肩壊しちゃって、はい、で1人野手になるとあのピッチャーいないからどっちか投げろって言われて、はい、じゃんけんしたんだよ、はい、で俺チョキで勝っちゃって、はい、でそっからだから高校3年生ピッチャーだもん。はあ、うん、で駒沢に行った時も1日だけピッチャーやったの、はい、で2日目に一緒で監督にキャッチャーやれって言われて、はい、じゃあ自分からなったわけじゃない。ないピッチャーで行きたかったから。あ、僕も一緒ですね。僕も、うん、だから子供の頃からピッチャーずっと僕やってたんで、うんうん、だからキャッチャーになった時にピッチャー感覚だったんですよ、なんかそのバッターを抑える感覚が、うんうん、だから嫌じゃなかったんですね、うんうんうん、キャッチャーそのバッターを抑えることに関しては、うん、でもなんかドロドロになるし、うん、キャッチャーとか重いし、うん、そういうのが嫌だったですね、うん、はい、じゃあ同じ感じなんですね。そうそうそう、ね、面白いですね、うん、これキャッチャーやってたら1週間してあの明治と練習試合やってさ、はい、でもう試合出されたんだよ、はい、怖くってさ投げるボールが、それで明治で星野さんがやったよ、はい、その方とかって言われてさそっからだね。でプロ入る時はあの大学4年の時はフォアスやってたから、はい、それで一応内野手なんだよ入団が。へえ、そうなんですか。そうだよ。でもう入るときにもうキャッチャーじゃないとどうせ出れないだろうからさ、はいはい、でキャッチャーになった、うん、まあでも昭和何年ですか。45年だね。生まれた年ですよ。お、そうか、はい、45年ですから僕生まれ年が23歳22、そうですね、22だね、はい、うん、ではちょっと私の方から質問を投入させていただいてもよろしいでしょうか。いいあの今のようにお話をいただいて、あのいきなりなんですけれども、キャッチャーに大事なものは何でしょうか。これはあの一つには絞れないところもありかと思いますので、もうぜひ複数お二人で出していただければ。キャッチャーに一番必要なもの、はい、僕は根気だと思うけどな。根気、そうですね。だからそれね、いろんなところで言われるじゃないですか、はい、そうですね、まず1個ってないんですよ。そうそうそう、ないんですよ1つではない、はい、はい、まあ、それはもう体の強さっていうのも絶対必要ですし、うん、何が必要かって言われるとね、で我慢も必要だし、うん、今村さんが言った、まあ、根気につね、そういう感じだと思うんですけど、あとはね、そうですね、まあ、やっぱ考えることができる、はい、この間ね、あの安倍晋之助とちょっとこう会ったんですよ、うんうん、であいつがあの新之助が2軍の監督を2年間やって、うん、まあ、今年から1軍の、うん、入るんですけど、なんか行動しろって言ってるらしいんですよね、うん、その行が考えるに動くって、うん、って言ってるらしいんですよ、うん、確かになって、うん、いいこと言ってんなみたいな、うん、やっぱ考えて動くっていう、うん、これすごく大事だと思いますね、キャッチャーは。
では少し細かく伺っていこうと思うんですが、まずメンタルからのお話をいただければと思うんですが、キャッチャーはどんな性格の選手が向いていますか？キャッチャーは黙らせてしまいました、ね、はい、向いている性格はありますか？ありません。ありません。ないです。ではどんな性格のキャッチャーが多いですか？いや、まあ、僕は、ね、今日のテーマで谷繁を預かったんだけど、はい、その考え方だとかメンタルの面って僕は抑えられると思ってるんですよ。お、うん、どういうふうに持ってったらいいか、だから僕は必要じゃない、人の話を素直に聞いてくれる、はい、それを実践してくれる、そういう人だったら僕はキャッチャーに一番必要なものっていうのはやはりフットワークが良くて、はい、肩が強くて、もうこれが一番、まあ、体が強いということもそうですけどね、だと思いますけどね、どんな性格、はい、いや、まあ、例えで言うと、まあ、僕と古田さんって多分全然違うと思うんですよね、うん、はい、じゃああとた、ね、すごい新之助だ阿部だって全然違うと思うんですよ、はい、パ・リーグで言うと城島であったりね、うん、全然多分違うと思うんで、じゃあどれが一番ね、キャッチャーに合ってるのかって分からないじゃないですか、はい、みんなちゃんと結果残してるんで、はい、だからまあ自分がそのポジションを全うしようと思った人じゃないですか、はい、それができる人、はい、それはだから僕さ最初に言いましたけど、古田は古田、谷繁は谷繁、 そうですね、はい、その良さを本人が分かってくれてね、うん、それでだん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 こう上手になっていってくれれば、それでいいと思うんで、うん、同じ人は出てきませんから、うん、だから確かに、うん、考え方も僕もね、先輩の中じゃ嫌な野郎だなと思ってるのもいましたしね、はい、そうですか、いますよそれは。だから一人一人それは個性だと思いますね、そうですね、はい、では続きまして技術面ということで、ブロッキングについていかがでしょうか？例えば、まあ、コツですとか、その技術的に必要なことというのが。ブロックはこいつはだいぶ泣かしたからね。おそうでしたか。そうなんですよ、僕はやっぱりそのキャッチャーをやって始めたのが遅かったじゃないですか、だからで内野手とかやっぱり子供の頃からやってたんで、はい、どうしてもグローブでミットでいっちゃう癖があるんですよ、足体じゃなくて、まあ、その癖をなくす練習をもう毎日やってもらいました、で、まあ、これはね、いろんなところでもこれも言われてますけど、佐々木さんがね当時抑えをやってて、はい、で僕のワンバウンドの止める形が悪い、あんまり良くないから不安だから投げれないと思い切って、だから、自分が出る時は秋元さんというキャッチャーがいたんですけども、もう秋元さんは本当に、ね、壁ですよ。あ、そうですか。壁、本当は僕が見ててももうワンバウンドだけだったらすごいなみたいな、あのちょっと言い方悪いですけど。ワンバウンドも昔の話そうですね、あいつユニオンも脱いだし、はい、で、まあ確かに安心して投げれるだろうなっていうような、まあ、止め方をしてたわけですよ、で僕は1回から8回まで、試合を作って9回になると変えられて、で、まあ、そういうところからの、まあ、大家さんと毎日そのワンバウンドもう反復練習ですよ。これそうだったんですね。もうその最終的には動かそうと思わなくても動けるようになるための練習だったんで、であとは練習をやってるよっていうのをそのピッチャー陣にとにかく見せようと。だからピッチャー のその視界に入るところで常にワンバウンドの練習をやるぞってやってました。はい、まあ、そ味方へのアピールというのも必要なんですね。そうですね、はい、やはりピッチャーが不安で投げられない、特に佐々木なんかは9回のね一番最後のストッパーで投げるやつが安心してボール投げられないって言ってくるっていうのはやっぱり相当な、でそれで1点取られちゃうとセーブポイントがつかなくてね、彼の商売に影響していくわけだから、これは安心して投げれるようにしなきゃいけないんで、僕は正直そうに話持っていたでこんな野郎と思いましたもん。でなんとかそれじゃ谷繁で最後までいけるように練習もさせて、
まあ、それであのピッチャーにも納得させないといけないなと思いましたんでね、うん、でそれこそ毎日毎日ちょうどピッチャーが練習出てくる時間ぐらいにあの全部レガースプロテクターつけさせて、でベンチの横でピッチャーがちょうど見ながら行けるところでね、僕もだから割と目いっぱい投げるような形で、だからおそらく谷繁 の内側のももはもうボールの跡がずっとつきっぱなしだったと思うんだけど、それ見てて初めて2点差があった時だったかな、マウンドの上行った佐々木を2点あるから今日このまま繁で行かせたよって、分かりましたって言って、でそれからですね、あれだけ練習してるんだからっていう、見てますもんね、認めてくれてね、だからもうそれからも変えずにあの谷繁であのずっとゲームができるようになって、かなりだからそのワンバウンドには彼痛い思いをあのしてたと思いますけどね、やっぱりよく頑張りましたもん、うん、今日は勘弁してくださいって一回も泣き言言わなかったからね。そうですか、うん、今もこううんうんと細かくうなずいてらっしゃいます、僕は負けず嫌いなので、うん、今に見とけよってずっと思ってやってましたから、だから、まあ、大家さんが、ね、最初に言われたトレード、はい、僕ねそれちらっと僕自分の耳にも入ってきてたんですよ、うん、いつかこの人たちを見返してやると思ってやってましたから、はい、でもその気持ちも大切なわけですよ ね、はい、では技術面、2つ目として盗塁阻止なんですが、ここに必要な技術ですとか、それから盗塁阻止というのは肩の強さだけではなかったりするんでしょうか、どうなんでしょうか。うん、お前は何考えてた。僕は最初はやっぱり肩が自分で自信があったんで、うん、強い球を投げてアウトにしたいっていう思いがものすごい強かったんですよ。だから取ってからの形っていうのはあまり意識せずに、とにかく強く投げる、だからそれではなかなかもうコントロールがつかないっていうことを気づいて、やっぱり足の運び、あとはキャッチングからボールをこう握り替える時 の、うん、あの速さっていうのを、まあ大江さんってそれもこうなんそれももうなんかまめにずっとこうやってきて、はい、で自分の中に、なんていうんですかね、体に染みついたところでそれをさらに自分でコンパクトにして投げようっていうふうに、そこは自分でやりました最後、うん、はい、大谷さんはどういうふうに考えてらっしゃいましたか。僕はね、現役で自分がキャッチャーやってた時は、今、まあ、谷繁がキャッチャーとしてあの心構え全部話してくれたんだけど、それ以外に言うとあのやはりランナーの動きなんですよね、うん、なんかサインが出るとあの動きがちょっと変わる人が出たりとかね、はい、そういうところは割と注目して見てましたね、はい、足の遅い人が意外とね、あのヒットエンドランのサインが出たりするとリードが一歩小さくなったりね、逆に、うん、それから、まあ、スクイズなんかでも例えば3人ランナーがいるとサードのランナーで分かんなくても一塁のランナーであれあの野郎の動きをおかしいなと思えばそれで外せたりとか、まあ、そういうのは自分ではやってましたけどもね、まあ、どっちにしてもやはりピッチャーとの共同作業になってきますから、だからある程度やっぱりピッチャーが上手にランナーを抑えてくれるってことが必要でしたよね。なるほど。ただ八つ の足の運びとスローの速さはね、もうニックらしいぐらい中日に行ったもう本当すぐ出せなかったもの。ね、教えたのは大谷さんなんですけど、いやいや、やったのは谷繁だから。さて、いろいろと伺ってまいりましたが、最後にですね、少年野球などでは今その子どもたちがキャッチャーをやりたがらないということもあるという、お話があるそうで、ぜひあの名捕手お二方からですね、キャッチャーの魅力を伺いたいなと思います。では谷繁さん、はい、はい、そうですね、バッターを自分がこうイメージしたような感じで抑える楽しさっていうのが感じてくれれば面白くなるんじゃないかなと思うんですよね、はい、なかなかそういうことって、まあ、その小学生とかピッチャーがねやっぱりなかなかその思うところに投げてくれないっていうのはあるんですけども、まあ、その中でもあ このバッターにはちょっとここに打たしてやろうかなとかね、なんかそういうものを感じながらやると面白いんじゃないかなと思いますけどね、はい、だからもうキャッチャーイコールなんか
重労働みたいなね、今のね、うん、道具つけて、あれも面倒くさいんですよ正直。毎回毎回ね、打席が来るたびに外して、まあね、他のポジションとは違いますよね、はい、そうなんですよ、まあ、それはあるんですけど、まあ、それはもうみんな思ってることなんですよ、面倒くさいなって、うん、まあ、でもそこじゃなくてその面倒くさいのはもう置いといて、はい、なんかそういうなんか面白さ、面白さ、うん、ですね、を見つけてほしいですね、キャッチャーとしてのね、はい、ありがとうございます。大谷さん、ぜひアドバイスを。はい、ね、僕も、まあ、子供たちを教える機会って割とあるんですけども、僕が教えるところはキャッチャー志望の子って結構多いんですよ。だから一概に少ないとは言えないかなと思うんですけども、今キャッチャーとしての面白みっていうのは谷繁さんがねかなりお話をしてくれたんですけども、はい、僕はねキャッチャーをやるっていうのは野球をすごく覚えるポジションだと思ってるんですよね。だからよく小学生とか中学生もそうなんですけども、キャッチャーをやってったらこの先どこのポジション行っても上手くなれる、肩も強くなれるし、コントロールも投げるのも良くなるし、はいはい、だからその後ピッチャーやったりから他の野手やったりね、うん、そういうことが十分できるし、キャッチャーで一番大事なことは君たち何っていうと、みんなを元気にさせるとかね、チームをまとめることだってよく子どもたち言うんだけど、だからそのためにはキャッチャーがその自分がやろうとしていることをはっきり相手に伝えていくっていうことが必要になるじゃないですか。だから例えばバックホーム、それからカットしろとかってね、そういうのをはっきり言うようにしようって言ってます。で、自分の意思をはっきり伝えられるようになると野手はそういうふうに動いてくれるよ。なるほど。だからキャッチャーってすごい大事なポジションだから、常日頃から挨拶だとかそういうのもね、はっきりできるように訓練しよう。でキャッチャー頑張りますって言うんですよ、とね、僕がキャッチャー頑張ろうなって言うとね、はい、っていう、はい、声が小さいな、もっと大きな声で、はい、そのぐらいの声でいつもやるんで、そういう話でね締めるんですけども、まあそうするとそういうふうにやってくれた子が将来谷繁さんみたいなもうすごいキャッチャーになってくるんですね。はい、いや本当に今日は名捕手のさまざまな興味深いお話、そしてお二人のもうこの、関係性というのをたっぷりと伺うことができまして本当にありがとうございました。ということでお二方からですね T シャツにサインを入れていただきまして、プレゼントをさせていただきます。ご希望の方は概要欄からチェックをしてください。では最後にチャンネル登録とグッドボタンもぜひお願いいたします。ということで素晴らしいお話をありがとうございました。谷繁元信さん、そして大谷昭彦さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。今日は新興園にあるセノンスポーツゼロに来ました。ホビークラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね。一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101、107、110いきます。111、ピンピンピン。